京王バス府中営業所画像右奥手前は京王府中春美町ビル京王バス府中営業所は東京都府中市春美町2丁目22番地にある京王バスの営業所である当初を表す社内識別記号は B 敷地内には京王電鉄バスグループ各社の本社が入居する京王府中春美町ビルがある最寄り停留所は府中営業所 JR 武蔵野線北府中駅近くの府中、街道沿いに立地する。所在地の府中市を中心に、小金井市、国分寺市、調布市、国立市、小平市、稲城市に乗り入れる一般路線を担当する。府中市、小金井市、国分寺市のコミュニティバス運行受託も行う。多摩地域発着の空港連絡バスの一部路線も担当している。 東京で初めて乗り合いバスを走らせた、京王電気軌道のバス路線にルーツを持つ、非常に長い歴史を有するバス営業所である。京王電機の乗り合いバス事業は、鉄道開業により一旦とダイルが、甲州街道沿線を中心に広範囲で、乗り合いバス事業を展開していた甲州街道、乗り合い自動車を買収し、京王電機直営の乗り合いバス事業として再開する。このエリアの路線が、 現在の新宿伊勢から府中、調布、小金井エリアの基礎となった。ただし、京王電機機動開業時の本社は、与与端町に所在し、最初に開業したバス営業所は、笹塚営業所である。またこれとは別に、南多摩では、武蔵中央電機鉄道とその参家の八王子市外自動車を買収して、八王子営業所を設立したほか、東営業所地元の府中では、 不中乗り合い自動車商会という事業者も立ち上げられた。その後、太平洋戦争開戦に伴う戦時統合により、京王電気機動は東京急行電鉄へ合併され、不中乗り合い自動車商会も買収統合される。終戦に伴う大東急解体を経て、京王帝都電鉄として分離独立する際に発足した3つのバス営業所の、うち国分寺営業所が、 府中営業所の前身となった。この三つの営業所が特内北、多摩、南多摩の三本柱となった。営業所略号のアルファベットは中野国分寺八王子を表す。国分寺営業所は後に移転を経て府中営業所となり、北多摩地区の中心であった府中営業所の支所が発展する形で小金井、桜川丘、調布と多くの営業所が広がることとなった。 2002年に、京王電鉄のバス事業分社化により、京王電鉄バスが発足した際は、府中駅前に、京王電鉄バスと各子会社の本社が置かれた。2014年には、府中営業所構内に、京王府中春美町ビルが完成し、京王電鉄バスと各子会社の本社が移転した。バス事業の分社化の過程で、2003年に、京王バス中央株式会社が設立され、 段階的に、京王バス府中営業所へ移行した。京王バス中央の営業所は長らく、府中営業所のみであったが、2019年に、京王バス中央、桜ヶ丘営業所が発足した。2020年6月9日付の株主総会において、京王電鉄バスの子会社3社が、同年10月1日をもって、京王バス南を、存続会社として合併し、 京王バス東と京王バス中央は解散すると決議したことが同年8月3日付の電子広告により発表された。管轄路線は自社管理路線、京王電鉄バスからの委託路線が存在する。府中駅と国分寺駅を国分寺街道経由で結ぶ路線、京王電鉄バスからの受託運行路線、京王電機が1913年4月15日に 京王線を開業した際に、鉄道未成区間で、暫定的に運行した乗り合いバス2路線のうち、国分寺駅発着の路線に由来する。東京下では、初の乗り合いバス路線として、100年以上もの歴史を有する。現在も、なお、京王バス全体で、最多本数を運行する、主力路線であり続けている。東京農工大学本部、府中キャンパス。 明星大学を運営する、明星学園が設置する、幼稚園から高校までの各級学校、都立府中高校、都立農業高校への通学輸送が最大の役割であり、特に明星学園に対しては、朝夕の通学時間帯に休校便も運行される。いずれも、京王電鉄バスからの受託運行路線。1999年6月16日。 東八道路の本格開業と合わせて開設。府中駅と国分寺駅を東八道路経由で結ぶ。主力路線の寺91に比べて本数は少ない。2014年4月14日開設。府中駅から東八道路経由で東芝前まで向かう大回りな経路を取る。開業時から日中毎時1本運行されていたが、2018年4月16日の ダイヤ改正で平日と休日とも一往復のみに減便された。その後、2021年3月1日のダイヤ改正で毎週土曜日一往復のみに減便された。JR 中央線武蔵小金井駅と府中駅を結ぶ路線。ほぼ全路線で小金井街道を直進する一本目県郵便と浅間町停留所から府中学園通郵便局。 府中第三郵便局へ向かう、学園通り経由便で構成され、東京農工大学、東京工学院専門学校への通学輸送、東京法務局府中市局、東京自治会館、府中の森公園などへのアクセスを担う。かつては、米軍府中通信施設への通勤輸送の役割も、あった。学園通郵便局経由の方が本数が多く、2路線。 合わせて6から7分に1本程度の間隔という高頻度運行がなされる。部73は毎時6から7本程度、部73が2本出たところに部71が差し込まれる形で毎時3本運行。この間部73は12から13分間隔が開く。府中駅周辺での経路は、府中駅行きは、府中町2丁目回り、武蔵小金井駅行きは、 府中駅発車後、府中町一丁目、ルミエール府中回り、部66は夜間のみ運行、部66、部73は平日に深夜バスを運行している。2009年3月19日、武蔵小金井駅、南口バス乗り場の駅直結化に合わせ、全便が同駅南口から発着するようになった。日中時間帯に運行していた、 同駅北口発着の部72、部74の運行を廃止。すべて同駅南口発着の部71、部73に統合された。府中駅から府中街道を経由して、総合医療センター、国立駅へ向かう路線。病院輸送をメインに、東芝府中事業所への通勤輸送も担う。2007年10月16日より、 京王電鉄バスからの自宅運行路線に変更された。総合医療センター国立線とは異なり、国道2五を、八保駅を経由する。こちらは京王バスの自社路線。京王線から、一橋大学本部、国立キャンパス、都立国立高校、東方中学、高校、NHK 学園への通学輸送を担う。時間あたり、毎日本運行され、 国立駅へ向かう国03と合わせれば、府中駅発は日中時間帯に1時間あたり、毎時6本を確保している。多摩総合医療センター、小児総合医療センターと、最寄りの JR 中央線、武蔵野線に四国分寺駅を結ぶ。片道所要時間わずか7分の短距離路線で、停留所は全部で蒸気の4つしかない。運行距離が短いことと乗降時間短縮のため、 府中営業所の一般路線では唯一となる、均一運賃、全乗り中折前払い制を採用しているのが特徴である。ただし、専用車両ではなく、多系統と共通の中乗り仕様の中型車の、前扉に入り口、中扉に出口のマグネットを貼って運用している。稀に、中型長弱車や、大型車が代走する場合がある。かつては、 小型車の日産ディーゼル RN が使用されていたが、車両代替で中型車に置き換えられた。従来より高頻度運転が行われているが、2016年8月8日からは朝ラッシュ時の混雑緩和のため、平日7時30分8時30分の時間帯でさらに増便した。西国分寺駅の乗り場は、南口ロータリーで2カ所あるバス乗り場のうち西国、最後く1、 政府01は4番バス停を使用する。向かい側の停留所には分バス、日吉町ルートの乗り場があり、西国44.45系統もこちらを使用する。泉町3丁目停留所は分バス、日吉町ルートと同位置で、バス停ポールは、京王バスと分バス専用の2本が設置されている。2009年3月14日の JR、南部線政府駅開業に伴い、 翌3月15日に政府01が開業した。これは、西国く01を政府駅まで延伸する形で新設された派生路線である。日本住宅公団小平団地と国分寺駅南口多摩総合医療センターを結ぶ路線。京王バス小金井の下野原線、立川バスの大沼団地線とともに国分寺市、本田小平市上水南町、 騎兵庁の地域輸送、関東管区警察学校、東京学芸大学、文化学園大学、創日への通学輸送、情報通信研究機構本部への通勤輸送、小平団地から多摩総合医療センターへの病院輸送などを担う。かつては、桜川会営業所所管で、小平団地国分寺駅南口病院前引く、国立駅の国50系統として運行されていた。 都立府中病院乗り入れ開始後に路線再編された。寺85、寺86は小平団地本ンダ5丁目間が下野原線と重複する。下野原線とは異なり中型車を主に使用する。2020年12月23日、国分寺駅北口交通広場開放に伴い、寺85、寺86の国分寺駅北口への乗り入れを開始した。 テラ83は国分寺駅発着路線の出入庫系統。国分寺駅行きは早朝のみ、府中営業所行きは夜1回のみ。府中市内の再開発地区である、府中インテリジェントパークと府中駅を結ぶ循環路線。経路こそ異なるものの、中バス、北山町循環と同様に、府中駅から北上し、東芝南門停留所、府中市立元宿小学校。 府中市立府中第七小学校付近を経由して、西原町地区を循環するラケット型循環路線となっている。日中は、府46、西国45を合わせて、毎時4から6本運行され、インテリジェントパークに入居する、日本銀行府中文館、三井住友信託銀行証券代行部などの、企業や東芝府中への通勤輸送がメインである。旅客案内場は、 府中インテリジェントパーク経由第7小学校循環であるが、長いため方向幕では、インテリ経由7小循環、インテリ7小循環などと省略される。また府中インテリジェントパークの停留除名についても、路線図では、府中インテリジェントパークバス停ポールの表記や、車内放送では、府中インテリジェントパーク J タワー前、側面方向幕では、イプジタワーと、 表記揺れが激しい。かつては、三好町経由の府41が主体で、府中インテリジェントパーク方面は朝は府42、夕方は府42の逆回りの府45系統を運行していた。2001年3月の京王線の準特急運行開始を契機に、府中インテリジェントパーク付近での需要増加と、公衆街道の混雑による遅延回避のため、 フ46の運行が開始された。その後は、ダイヤ改正のたびにフ46にシフトするようになり、現在は、フ46を主体として、フ42は免許維持のようなダイヤになっている。フ42の横街道始発が平日早朝のみ一本、あるほか、2016年4月1日付でフ46の区間便の東芝南門泊まりが新設された。 2020年3月23日付で7、小循環線のダイヤの一部を置き換え、7個西国分寺線を開設。これにより7小循環線は大幅な減便となり、平日朝夕を除き毎時2本程度の運行となった。また中バス、北山町循環と共通の JA マインズ、北山支店前の停留所名が横街道へ変更された。JA マインズ、 北山支店は2015年3月13日に閉店し、政府支店へ統合されたが、その後も停留所名に残っていたため変更されたものである。従来は深夜バスを運行していたが、新型コロナウイルス感染症の流行による2020年4月7日の緊急事態宣言発令に伴い深夜バスは運休となった。またこの際に夜間の運行時間帯も繰り上げられ、 と休日ダイヤの22時台の便は、富士見公園前止まりに変更された。その後、同年6月1日付ダイヤ改正により、深夜バスは、正式に廃止された。府中市立府中第七小学校付近の道路が狭い、ため、原則として、中型車が使用されるが、中型長弱車が充当されることもある。鉄道では、途中二回の乗り換えと場合、河原の駅での他社連絡が、 必要な府中駅と西国分寺駅の間を直結する。7小巡幹線のダイヤの一部を置き換える形で2020年3月23日より運行を開始した。運行時間帯は6時台から21時台までで、毎時2から3本が設定されている。武蔵小金井駅と玉霊園駅を府中運転免許試験場、玉霊園裏門を経由して結ぶ路線。 調布営業所の大沢線、小田急バスの高 51C 系統とともに、府中試験場を訪れる都民に利用される。多摩町停留所は折り返し場になっており、中バス、多摩町ルートと停留所を共用している。武蔵小金井駅南口多摩霊園裏門の間の経路がループ状になっているため、方向により系統番号が変わる。時間帯により多摩町までの区間便が存在する。 2011年4月1日、武蔵小金井駅南口の工事完了とバスロータリー完成に合わせ、北口発着の部82、部83を廃止、南口発着の部84、部85、部94、部95に変更。以下の3市のコミュニティバスを運行住宅している。路線の詳細や車両などについては、各コミュニティバスの記事を参照のこと。 三3 1 31系統の日の DSB29801 協定場前駅、南口府中市からの寄贈車両トップドア、車椅子リフトなし明治大学付属、明治高等学校、中学校の通学用スクールバスを受託しており、学校と調布駅南口、矢野口駅南口、日田急駅北口、三鷹駅北口を結んでいる、調布営業所との共感、専用の特定車として、 明大明治専用カラーの日産ディーゼル、スペースランナー RA ワンステップ車が在籍する。イスズ自動車、日野自動車、三菱不装、日産ディーゼルの国産4メーカーの車両が在籍する。かつては、府中営業所では、イスズ車を導入していた。1994年までは、イスズキュービックを毎年導入しており、車体は、IK 高知製のイスズ純正ボディ、 富士重工製の 5E7E、e、で導入され、イスズナビゴ搭載の機械式 AT 車、長弱3、扉車も在籍していた。1995年より、全社的にバリアフリー推進のため、中型長尺車の日産ディーゼル JP の大量導入が開始され、府中営業所にも配置された。車体は、西日本車体工業製、富士重工製で導入されたが、府中営業所では、 富士重工 8E で導入開始している。1999年から2005年までは中型長のノンステップバスが継続して導入された。大型ノンステップバスは1998年に日産ディーゼル UA が導入されたがしばらく中止し、2006年にブルーリボン2、2007年にはスペースランナー RA、2012年にはエアロスターが導入された。 2014年以降、イスズ社の配置が復活し、L がハイブリッドも導入されている。基幹路線である国分寺線では混雑対策としてラッシュ型ノンステップバスを多く投入している。小型車では1996年、1997年に日産ディーゼル RN が導入されたが、2009年より導入された中型車の日のレインボー2に代替され、 すでに除籍されている。また1998年に、府中市から2台寄贈され、府31系統で使用された。日のリエッセのトップドア社が在籍していたが、2008年の府31廃止途中バス朝日町、押立町ルートへの再編とともに、中バス専用のリエッセに代替され除籍された。また2003年には三菱不走 エアロミディ ME の CNG 車が1台導入されたが、A 副町営業所へ転属後に除籍されている。府中営業所管内では、2003年にココバス、ブンバス、中バスとコミュニティバスが相次いで開業し、専用小型車として、リエッセが大量導入された。コミュニティバス用のリエッセは、CNG 車の比率が高かったが、府中営業所には、 英福町営業所のようなエコステーションの設置がなく、車庫内に専用 CNG 充填設備を持たないため、近隣の府中街道沿いの三つ府中、オートガススタンドで CNG 燃料の充填を行っていた。2012年より、ポンチョの導入が開始され、ココバスでは2015年、中バス、文バスでは2019年に、d s CNG 社が代替された。 英副長営業所ではすでに CNG 社は全廃しているため、これにより、K、KO バスグループ全体でも CNG 社が消滅した。ありがとうございます。